長、やりますね。まさかあんな簡単に突破できてしまうなんて、ちょっと驚きです。ま、半年くらい乗ってなかったが、なんとかなるもんだな。よし、このまま飛ばしてアルモリカ古道に出るぞ。お願いします。サイト、なんだ、なんかあんのか。後方から車両が接近。警備隊の新型車両です。何？打ち出しやがって。とにかく振り切るしかない。お前らしっかり捕まって。課長大丈夫ですか？心配ない、かすり傷だ。しかし止血しねえとヤバいぞ。後方からもう一台車両が接近。課長、もう停車してください。早く手当てをしないと。いいからしっかり捕まっていろ。お前ら若い連中の道を開くのが俺たち親父どもの役目だ。絶対に送り届けてやる。課長、この隠れ熱血親父が。もう一台の車両は新型車両ではありません。ノエルさんの警備隊車両です。ノエル総長、来てくれたのね。さすが警備隊若手のホープだぜ。聞こえますか？ノエルシーカーです。ああ、聞こえている。ソーニャのひぞっこか。正直助かったぞ。どういたしまして。もう一台もこちらが相手をしておきます。そのまま行ってください。ああ、そちらも気をつけてくれ。Thank you.
古戦場、まさかここが教団の残党が潜むロッジだったなんて。来たわね。エステル、ヨシア。よう、お疲れさんだったな。そちらこそ大変だったみたいですね。詳しい話は先ほど通信でアリオスさんから聞きました。私たちもさっきやっとそこの入り口を開いたばかりよ。あ、閉じていた扉が。変な仕掛けがあって開くのに手間取っちゃった。でもこれで連中の拠点に潜入することができるわ。本当に助かったよ。俺たちはこのまま首謀者を逮捕しに行くけれど、君たちの方はどうする？もち、手伝わせてもらうわ。そのためにここで待ってたんだし。失踪者も救出する必要があるし、助太刀させてもらうよ。ありがとう。君たちがいたら100人に来た。そうだ、君たちに伝言があったんだ。そうか。やっぱりレンちゃんを捕まえる最後のチャンスをあげる。一体どういう意味なのかしら。うん、多分レンは私たちがあの子の全てを受け止められるか試しているんだと思う。そのためにはかつてあの子を襲った悲劇の一端を担っていた人物、彼から全ての真実を聞き出す必要がありそうだ。そうか。私も改めてあの人を問い詰めたいです。なぜあんな実験をしたのか、どうしてこの地に落ち延びてグノーシスを完成させたのか、そしてキーアの正体と彼女に何をするつもりなのか。そうね、締め上げることはどのみち確定未定だな。なあ、確実に逮捕しよう。操られた警備隊を解放してキーアの安全を確保するためにも。行くのか。課長、止血したばかりなんですからあまり動かないでください。さすがにこの足でついていくつもりはねえさ。だがせめてここで見送るくらいはさせろ。一人前になりかけの部下どもを見送るくらいはな。課長、たくかっこつけすぎだぜ。それが親父の特権ってやつだ。ロイド、エリー、ティオ、ランディ、着任して4ヶ月余り、お前らもそれなりに成長した。無事この件にケリをつけたら晴れて一人前として認めてやる。だから絶対に無事に戻ってこい。はい、わかりました。了解です。イエッサ。どうだ、ティオ。悪い予感が的中です。時、空、幻、上位三属性が働いています。東野総員と同じですね。そう、やっぱりどうやらこの先は一筋縄ではいかないみたいね。ってことは
あの得体の知れない化け物どもが徘徊してるってことか。やれやれ、ゾッとしない話だぜ。私たちも前に似たような不思議な場所を探索したことがあるわ。正直どんな魔物が現れても不思議じゃないだろう。万全の体制で臨んだ方がいい。そうか、わかった。当然敵による待ち伏せもあるはずだ。みんな気を引き締めていこう。